はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。本日13日土曜日、ベンズアレー竹内さんでの初日のイベントの方が終わりました。で、明日2日目が始まるんですけど、残っていたものなど動画で紹介していきたいと思います。まあ、やっぱりペンシルの方がお問い合わせがあるので取っていきます。こちらの方札付きですね。7000円の分下に並べさせていただきました。そして下の方に並んでいるのがクラロウォルナット。そして新ケースの方はもうダブルしか残っておりません。シングルの方は全てなくなりました。横にシースの方を映っております。で、9000の部類ですね。バーツアイ、意見ポなしの木がないやつ、タガヤさん、ココボロが2本ですね。色が違う、こんだけ、この辺がここまで変わるやつですね。ずっとほっといて、こんだけ変わってきました。そして、ウォールナットの縮み木、モンジュラスローズとブラックウッド、キーハーダ、で、イエローハートですね。そして1万円の部類がシャムガキで、ニセアカシアのコブで、カーリンのコブで、ツゲですね。こっちはミクラ、蔵島のツゲですね。で、サクラですね。と、ジンダイタモで、カーリンの波木、イエローハートの木ですね。で、それ以上の価格のもの、1万3000のがチューリップとピンクアイボリー、キューバーマホガニーで、こっちのオレンジのペルナンムコですね。で、こちら木が全然見えないんですけど、小笠原クワですね。今回こんだけ希少な小笠原クワが1本も動きませんでした。と言って1本しか持ってきてないんですけど、ハカランダとハワイアンコアも最後の1本。そしてバーズアイ、ローズウッドですね。ペンシル、これで全てです。もう全て出しております。そしてルージェペノですね。こっちがカジュアルの部類で、まあ、アクリル、チェリー、バーズアイ、ローズ、ハワイアンコア、ニセアカシアのコブで、ここに小笠原クア、黒柿が5本あります。まあ、やっぱり高いやつはどうしても売れてしまったので、1万円、1万2000円のものしか残っておりません。あ、8000円が1個あります。そして、6000円の部類ですね。で、7000円の部類。で、それ以上ですね。あ、忘れてました。ケンポナシとチェリーの木ペンシルの方、こちらに載っておりました。あとでこっち側にずらしておきます。で、ペンシルコルタの方はね、まだこんだけあります。ちょこちょこありますので見に来てください。で、コンプロット類もまだまだ何個かは売れておりますけど、まだまだ残っております。あとはフィーネペンもちょこちょこ残っております。こんな感じですね。はい、では明日も一応9時半からオープンいたします。一応整理券も9時から配布いたします。土曜日はね、やっぱりものすごい朝早く、いたしたらもう夜という状態から並ばれる方がいたんですけども、まあ、ここまで減ってしまったので、明日はもうちょっと落ち着くのかなとは思っております。まあ、ではでは、また明日も1日やっておりますので、よろしくお願いいたします。